人間はいつでも元気いっぱい元気はつらつでなければいけませんね昔から成功した人で背中を丸めてシャガシャが歩いていた人は一人もありません成功した人はいつどこでもどんな苦しい時でもどんなに困難困難な状況のもとにおいても胸を張って 元元気気いいいっぱに抜てましただからこそ成功したんですね我々はともすると運のいい物事がうまくいってる時はもう元気はつらつとしておりますけれどもちょっと物事がうまくいかないとしょんぼりしてしまって世の中で自分ほど運の悪いものはない。 自分ほど不幸なものはないというように考えがちです。昔の言葉に、得意優然失意泰然という言葉があります。得意の時も悠々として決してはしゃがない。悠々と落ち着いて決して運を貪さぼろうというようなことをしないわけです。悠々としておる。そして 運の悪い困難な環境の時には大善としてどっしりと構えてよ得意友先失意大善人間というものは困難な時が一番大切なんです運のいい時には努力しなくても物事が割合順調に行きやすいけれども運が悪くなりますと いくら努力してもなかなかうまくいかないそこでやけくそになってどうでもいいや自分ほど不幸なものはないそう思って物事を投げやりにしてしまう人間というものはどんな人でも運気の巡りというものがあるんですもう生まれてから死ぬまで 運気がずっと悪いという人は絶対ないんですそんな人はありゃせんまた生まれてからずっと運気がいいなんていう人もありゃせんのです運気の悪い時と運気のいい時がこう次々と循環してくるわけですで一生に一度か二度大運という大きな運気の時が来るんですこれは誰でもそうなんですよところが見ておりますとね 運気が少し悪くなってくるとやけくそになって物事を投げやりにしてしまうそうするとせっかくの良い運気が来た時に実らないんですよ、うん、これはですから運気がいい時に成功する人は運気の悪い時にどっしりと構えて努力していた人たちなんです。 ところが多くの人は今申しましたように運気が悪い時にジタバタジタバタいろいろやってそしてどうにもならなくなるところまでジタバタジタバタするわけですそして運気がせっかく回ってきた時にはその運気の悪い時にいろいろ失敗に失敗を重ね努力もしなかったそのツケが回ってきて運気の良い時にも さっっぱりいいいいこことととがないということになううにてしまうだから今運気が悪いんだと思ったらじっくりと腰を据えて今が肝心の時なんだなこう思って努力することです腹を据えることですジタバタしない私の体験をお話ししましょうか私が宗教家になる前若い頃次々と「 人間、健康で生きている限り運が回ってきた時に大きな仕事をすることができるんだそう思って私は自分の運を絶対に信じておっ時期が来たならば俺は立派な仕事を成し遂げることができるぞ俺は運がいいんだ自分の運を信じないでどうして幸運を得ることができますか 幸運を得たいと思ったならば自分の運気を信ずるんですよまず私は運がいいんだ必ず成功するぞさあやるぞ必ず成功する私はとても運がいいのだ必ずうまくいく絶対に勝つ絶対に勝つではいってらっしゃい勝つために